はい、今回は村上俊プロのバックサイドのオブザリップについて解説していきたいと思います。僕の印象的には俊のバックサイドはすごく速くてシャープな動き、返しが速いっていう、それなおかつここで水を飛ばす技術もあって、すごくこう見てて安定のあるバックサイドリップだと思うんですけども、その安定したバックサイドリップをやるために俊は意識していることって何かありますか？意識していることは、そうですね、前の手のリードっていうのをやっぱりバックサイドのリップ一番意識してて、もちろんタイミングも大切なんですけど、その前の手でリードすることによってタイミングとかも取りやすくなってボードを回しやすくなるので、意識しているのは前の手ですね。その辺も含めて、この後の動画で2人ちょっと解説していきたいなと思います。バックサイド自体が単調な動きしかないので、きっとこの動画解説聞いたら君もできると思います。それではこちらの動画をご覧ください。それではバックサイドリップについて解説していきたいと思います。はい、まず最初のリップ当てる時の準備、シン、この時はどのように準備として、このボトムターンでそのリップ行くために気をつけないといけないこと、ポイントですね。割とバックサイドのオフザリップっていうのはボード縦に上げやすいと思うので、この波もボード縦に上げたかったので前の手をかなり開いて、目線はその進行方向を見て波のトップを見てますね。その時の下半身のこう力の入れ具合とかっていうのはどっちにかかってるのかな。また前から後ろ足に重心を移動させるっていう意識なんですけど、なるべく早く後ろ重心にしてボードを上げやすい体勢を作ります。この状態だともう開いて後ろ足重心になってるね。この時返し始めるタイミングとしては、こう板が上ってって、先ほど説明したこう開いてて、多分もう伸ばし機は自然と伸びていくと思うんだけど、この返す時結構この際を狙っていくんだけど、この時に返すタイミングの取り方としては、なんか自分はそのボトムターンの抜くタイミングでそろそろレールを切り返すっていうのを体で覚えてるって感じなんですけど、この映像を見てみると波の中腹ぐらいから体を回し始めて、この時に大事なのがやっぱり前の手で高く上げた手を振り下ろす、そうすることによって下半身が連動してボードが回しやすくなると思います。この時じゃあ瞬的にはあんまし下半身の動きは何してのは意識してない、上半身を割としっかりこうやっていけば自然と下半身がついていくイメージで返してるのかな。いや、そうですね、本当にもう上半身しか特に意識してないですけど、後ろ足だけ踏み込むっていう感じですかね。この時だね、特にすごい踏み込んでるよね、ここの時。こんだけ沈んでるから踏み込んで、そうすることによってこのブレーキとか水が溜まって、この当たった時に抜けたと同時にこのスプレーが飛ぶっていうイメージだよね。このタイミングでやっぱ後ろ足を踏めば踏むだけそのスプレーっていうのも大きく上がるし、見栄えも良くなってくんで、ここを結構みんな蹴るっていう風に意識するんだけど、そこはちょっと違うと思う。瞬的には押し込むって考えてますね。これ相当でもこの状態の時押し込んでるけどね、もうずっとこれ押してるよね、蹴ってないね。逆に前の足を中に入れながら押し込みながら回してるって感じ。ほら、ここで後ろ足で押し込めればボードも返ってくるので、そのための上半身で体下にこう回してるんだもんね。この前の段階から大きく手を上げて下に向けて回す。
この手さえ、まあ、回せればボードも回ってくると思うんですけど、まあ、この時あとはその目線の位置っていうのもすごい大事で、手を振れば振るほどあの体も回りすぎてしまったりするので、返し始めてすぐに自分の場合はもう次のボトムを見て体が回りすぎないようにしますね。で、頭の位置で結構コントロールしてるって感じで、このボードを。そうです。でもこの次の返し終わった時でも次のセクションどうするかっていうのを見ることが大事ってことだね。まあ、本当にその波の状況とかでこの先のセクションがなくてもっとボードを回したい、そういう場合は割ともっと目線は通ってきた方を見てもっとボードを回したりするんですけど、次につなげるターンの時はもうすぐ進行方向を見ますね。それではじゃあこの動画のおさらいをしたいと思います。まあ、ボトムターンですね。ボトムターンの時はまあどこに行くか、視線はどこを見る、その時に上半身の開きで角度を決める。でその時重要なのがこの踏み込みですね。ずっと踏み込んでいくところ、ずっと踏み込みながら登っていく。その時に上半身を上げて、上半身は返すために大きく振り上げて下に進行方向に引っ返すことで、この踏み込みながらトップに登ってった板が下に向く。その踏み込みが大きく大きいほどスプレーを飛ばすことができると。その時しっかり上半身は下に向きながらも顔は次のセクションをちゃんと見てあげる。もちろん顔はその返す時に一回下にボトムはもちろん見るんですけど、この時は次のセクションを見てフィニッシュする。それが村上俊のオブザリップのコツだそうです。ポイントは上半身の振り、下半身はもちろん使うんですけど、上半身を大きくすることに連動して下半身はついてくる。特に下半身に意識することはなく後ろ足を踏み込むっていうことがこのオブザリップで大事なことになります。今動画を見て解説していきましたけども、ちょっとここでまあ失敗例、まあ、バックサイドのリップもちろん失敗例はたくさんあると思うんですけども、まあ、ちょっと僕が見ててこう縦に上げる場合によく失敗するリッピングを瞬に改善方法ですね聞いてみたいと思います。そのタイミング的にはその返すタイミングでそのミスしないためにはどうすればいいでしょう。振り上げた前の手をその下ろすタイミングっていうのはやっぱり上半身を回してもボードがついてくるっていうまでの時間は少しあるので、まあ、ノーズが波から出る前っていうのを意識して自分のタイミングを見つけてみてください。裏側に行ったりとかタイミングずれちゃう人、例えばそれが遅れて返したとしてもリップの上に乗っかって落っこっちゃう人、こう波にこう落っこっちゃう人、その時にこ う, うまく対処できない、こけないようにするためにはっていう、なんかある。基本的に僕はあの後ろ重心なので特にボード返した時刺さるっていうのはないんですけど、まあ、その目線、顔の位置っていうのは下向くと刺さりやすいと思うんで、あんま下見ないで次を見た方のがいい。多分見てる方は視線でそんなことカバーできるかよと思う方いるかもしれないんですけど、サーフィンにとって視線なり目線、上半身のリードとかよく言うんですけど本当に大事なんですね。その目線だけで回避できることがいっぱいあるんで、そういうミスをする人は一回目線だけでもちょっと変えてみたら少しなんか感覚的にもあるかもしれないね。そうです、うん、まあ、その辺も踏まえて、まあ、今の失敗例も多分いろいろ当てはまる人もいると思うんで、だんだんそこをちょっとこの動画を見て改善して、まあ、旬が言ったことをちょっと取り入れて練習してみて、まあ、バックサイドオブザリップをできるようにちょっと練習してみてください。